はい、和之助です。今回は新しい財布を購入しましたのでご紹介させていただければと思います。最初はツイッターで知って良さそうだなと思って購入しましたが、よくよく調べてみると財布のクラウドファンディング部門では様々な賞を受賞していました。5000万円以上の支援調達を達成していて、この人へホールドシリーズはなんと財布部門で国内最高額を達成しているそうです。このシリーズ何種類かあるんですが、私が購入したのは人へフォールドリーショーというモデルでキャメルカラーを購入しました。ちなみにこの財布の購入時には利き手を選ぶことができるので、私は左利き用を購入しました。説明欄に公式ホームページのリンクを貼り付けておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。それではこのヤバそうな財布をレビューしていきたいと思います。最初に箱を開けると、まず案内カードが2枚とスキミング防止カードが1枚入っております。案内カードには小さい財布を追求しキャッシュレス時代に対応したデザインとなっておりますとの内容が書かれています。あとは革製品に関する説明などが書かれていました。裏面は製品の取り扱いに関する注意事項が書かれています。続いてスキミング防止カードが入っています。このスキミング防止カードに触れている前後2枚のカードを不正なスキミングから守ることができます。追加のスキミングカードも公式で販売していました。こういうのは購入するといくらかするので、最初から入っているのは嬉しいですね。それでは実際に手に取ってみたいと思います。最初の印象はとにかく薄くて軽いといった感じですね。公式によると厚みのある部分は最高で10mm、重量は 39g となっています。この財布に使用されている革が非常に薄く柔らかい質感で、触り心地も非常に良いです。今現在15年ほど使用した財布があって、それからの乗り換えになりますが、さらに革が薄くなって無駄なデザインがなくなった印象です。デザインの部分では薄さを追求するため巻き込みを行わない処理を行っているそうです。中を見てみると非常にシンプルとなっています。真ん中は小銭スペースとなっていて、コインで20枚まで収容可能です。そして裏にはお札が10枚収納できるようになっています。ここの厚みのある空洞部分にはクレジットカードの厚さで10枚まで入ります。あまり目立つところにデカデカと刻印がされておらず、さりげなくここにシュリンクとメイドインジャパンの刻印が入っているのは個人的には好きです。それでは財布の中身を入れ替えていきたいと思いますが、15年使った私の愛着あるオンボロ財布も公開したいと思います。あ、その前にデザインについてもう一点ですが、このデザインフィボナッチ係数という黄金比に基づいて設計されているそうで、正方形を螺旋状に繰り返した長方形の縦横比のことで、自然界には貝殻とかピラミッドなどがこれに当たるそうです。要は自然に近いデザインなので飽きずに長く使えるのではと思います。はい、では今まで愛用していた財布から入れ替えたいと思います。意外とサイズ感は似ていますが、厚みがやはり違いますね。この財布はテリー&キングというところの財布で、もともとシルバージュエリーなどを扱っているところの財布ですね。割と使いやすかったのですが、15年も使い続けているので、そろそろ休ませてあげようと思います。一見普通の財布なんですが、これ実はすごくいいところがあって、小銭へのアクセスと取り出しが非常にスムーズにできるんですよね。こんな感じでバックリ開くので、レジの支払いで非常に重宝していました。この使いやすさのため、なかなか手放せないでいました。ただ経年劣化で財布の中の素材が剥がれ落ち出したので、数年前から探していて、ついにこの人へシリーズの財布に行き着きました。それでは4倍速で財布の中身を公開したいと思います。カード類は免許証とキャッシュカード、クレジットカードが2枚、病院のカードと保証証、保険証の計6枚です。そんなに多くはないと思います。何気に溜まりがちなレシートは定期的に捨てています。あとはお札と小銭です。現金はあくまでも緊急用なので、だいたいいつもこんな感じです。
ただたまに使ったのを忘れて現金がなくて焦る時があります。そんな時、まだまだ世の中現金社会だなと感じます。それではこれを全部新しい財布に入れ替えたいと思います。このスキミングカードはよく使うカードの上下に入れておきたいと思います。カードの挿入は程よい負荷で入ってくれます。程よく固定されていて、振ったくらいでは落ちないようになっています。ちなみに今カードは6枚まで入っているので、数を減らしても大丈夫なのか検証してみます。クレジットカード1枚で試してみますが、落ちることなく大丈夫そうです。カードの枚数云々ではなく、抜き取るときと入れるときのストレスがない絶妙な感覚になっています。それでは小銭を入れていきます。結構雑に入れていますが、形状が長方形なのでうまく矯正されて入ってくれます。あと底が浅いので小銭がよく見えて、レジで取り出すときも多分楽ちんだと思います。個人的にはこれはポイント高いです。最後にお札ですが、これは可もなく不可もなくといった感じですね。閉じるときはカードに引っ掛けて閉じるような設計になっています。これも薄さを追求した結果でしょうか。これによって小銭入れのボタンも必要なく、非常に合理的な構造となっています。カードがない場合使えませんが、おそらくカードを所持していない方は少数派なのではないでしょうか。そもそもカードがない人はこの財布は選択肢には入らないと思います。財布の厚みも最初と変わらずといった感じですね。一つ気になる点としては、この引っ掛ける構造なんですが、毎回行わないといけないのですが、何度か繰り返しているうちにスムーズに片手でも行えるようになりました。他は特に問題なく、ストレスなく使用できます。実際に何回か使用していますが、慣れてくると本当にスムーズに使用できるようになります。あと革製品の取り扱いとして、この製品の場合オイルケアは当面不要とあります。まだ綺麗なので大丈夫ですが、月1回くらいでやることをお勧めします。私がよく使用しているのが M モーブレイというデリケートな革製品に使うシミになりにくいクリームです。香りもシトラス系の爽やかな香りで、割と雑に塗っても問題ありません。ただし光沢を与える効果は低いので、物によっては違うものを使用した方がいいと思います。中身は白く濁ったジェル状のクリームです。手についてもベタつかないので、すごく扱いやすいです。こんな感じで雑に塗っていますが、程よく水分を保ってくれて味が出てきます。とても使いやすくて、これはおすすめのクリームです。以上、15年ぶりに財布を購入してみた動画を上げてみましたが、いかがだったでしょうか。今回使ってみて、この財布は自信を持って長く使える財布だと思っています。ステルスマーケティングや Amazon 楽天での販売は一切行っていないようなので、公式のリンクを貼っておきたいと思います。購入の際は公式ホームページから購入してください。あと革用のクリームの方は Amazon で普通に購入できますので、気になる方は購入してみてください。はい、それではこの動画を終わりたいと思います。この動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。